はい、どうも皆さんこんにちは、ユースフルのおさです。今日もですね、渡さんにお越しいただいてますが、はい、前回の動画では事業の作り方についてお話をいただき、たくさんのご経験、失敗経験もあり、そういう経験を持ってるからこそ今の仕事につながってるということを先ほどちょっと聞いたんですが、はい、渡さんって今肩書きって何なんでしょう？肩書きちょっとツイッター上はですね、ハンズオン支援家というふうに名乗らせてもらってるんですけど、ハンズオンっていうのは人のこう何かの役に立つじゃないけど、そうですね、手助けをしてあげるような、はい、お手伝いをしているような会社を経営しているそうですね、ということですね、はい。じゃあ具体的にそのハンズオンっていうのをやるにあたって、はい、きっかけというか、なんかご経験があったと思うんですけど、うんうん、どんな経緯でこれにたどり着いたんでしょうか？なんか一番最初これをやりたかったっていうわけじゃないんですけれども、はい、前の会社、そのユニラボっていう会社を、まあ、辞めましたっていうのを、まあ、ノートとかツイッターとかでつぶやいた後に、渡、うんうん、さん辞めたなら、まあ、ちょっとうち手伝ってよみたいなことを、はい、まあ、ありがたいことに数社からお声がけいただいて、うん、当時自分としては何かそのプロダクトを作るためのちょっと言葉があれなんですけれども、腰掛けというか、はい、間をつなぐためのお仕事っていう、うんうん、まあ、大事ですぐらいのつもりでそのお仕事を受け始めたんですけれども、はい、やっていくうちにこの働き方すごい面白いなっていうことに気づき始めた。多分それこそ今視聴者の方って会社で働かれて、はい、これから独立を考えてる方だったり、あるいはこうパラレルワーク、副業の文脈で何か新しいことを始めたいなと思ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、その多分渡さんの事業を作るお手伝いっていうのは、はい、こういった方々にも当てはまるような、そうですね、当てはまると思います。ものなんですか？それで言うと、はいはいはい、結局企業を考えられてる皆さんもそうだし、うんうんうん、企業の経営者の人もそうだと思うんですけれども、はい、相談相手がいなくて自分一人で考える時間ってすごい長いと思うんですよね。一人で悩んでますみんなには言えないけども、一人で悩んでるんですよ。悩んでますが、やっぱり悩んでいる人が、例えば僕の周りに10人いたときに、うん、はい、A さんの悩みと B さんの悩みってほぼ一緒だったりするなと。それは経営者とか、あるいは企業を考えている人たちの課題感ってすごい通じるものがあって、はい、で僕自身が A さんと一緒にじゃあその悩みを解決するために取り組んだ、まあ、何かの取り組みっていうのが、うん、B さんも実は似たようなことに悩んでいて、うん、まあ、それ僕実は別のところでこういうことやってるんでお手伝いできますよっていう形で持っていってあげてっていうのが今の自分の働き方ですね。じゃあそれをじゃあ複数社じゃないけれども、はい、いっぱいこう受注して横展開って言うと言葉悪いかもしれないけれども、はい、自分のナレッジをこう応用していく、そうですね、知識を、まあ、流動化させると僕は言ってるんですけれども、うん、なんでそういうことをやりたいんですか？最初はその間のつなぎのようなつもりで始めた仕事だったのが、うんうん、意外とこうもしかしたら自分だからこそできる仕事なのかもしれないっていうふうに感じ始めた。それは商社で働いた経験とか、まあ、前職で事業を伸ばしてきた経験とかがあるというところはもちろんベースとしてあるんですけれども、リモートワークとかその副業、いろんな会社でまあお手伝いする副業みたいな働き方が、まあ、エンジニアさんとかデザイナーさんだとまあ一般的、いわゆる僕やまあおささんみたいなこうビジネスパーソンにとってはあまり浸透してないことだなと思っていて、パラレルワークしづらい、しづらい理由っていうのはまたこうそれはそれであるんですけれども、自分がいろんな会社をお手伝いする中でそのハードルを乗り越えてきていて、でその先にやっぱりさっき言ったそれぞれ似たような悩みを抱えている会社が現実までいるんだなっていうことが分かってきた時に、まあ、それを経済的なつなぎの仕事ではなく、まあ、本業にしようというふうに思えたっていう感じでした。世の中の今の現状としてパラレルワークっていう文脈が増えてきて、はい、でこれから独立される方もたくさん出てきて、同じような課題感を持つ個人が増えると、はい、で個人だけじゃなくてそういう法人組織も増えていくという、うん、そうですね、世の中があるときに、渡さんみたいな、まあ、ハンズオン支援家という、はい、まあ、言ってしまったら第三者の俯瞰的な立ち位置で、うん、ナレッジを持ってる方がもっとこうスムーズに事業立ち上げに行くようにお手伝いをされてらっしゃるということですよね、はい、おっしゃる通りです。で目指したいそのなんか社会的なビジョンみたいなのってあったりするんですか？うん、やっぱりこの新しい働き方というか、それこそ副業みたいなものは、まあ、さっき言った通り特定の人たちに限定された特権ではなくて、まあ、より広い立場の人たちに広がっていくといいなということと、はい、あともう一個はやっぱりその一人で悩む経営者を減らしていきたいっていうのはすごくありますね、うん、みんな孤独を抱えてやっていると思って、僕の会社 Where I Belong、はいはい、私の居場所の頭文字で WEB っていう会社名なんですけど、 WEB ね、 WEB、 それやっぱり経営者とか個人の抱える孤独みたいなものにこう寄り添える存在で自分もありたいなっていう思いでそういう会社名にしてるというのは、うん、社名やっぱね、経営者考えますよね、社名つけるときにね。 WEB はいい、 Where I Belong はなかなか出てこない。ありがとうございます。僕はそんな発想にならない。いやいや、やっぱそれはめっちゃいいっす。ありがとうございます。あなたの役に立つですからね。まあいずれにしましても、じゃあそっか、やっぱりそういう原体験をもとになんか起業家って事業を展開してたりするんで、うん、なんかこう自分が何に向かって頑張ってるんだっていう、多分最後の拠り所は今おっしゃったような社名にも出てたり、はい、あるいはこう事業そのものにこの自分の原体験って必ず眠ってるんで、経営者にとってはぜひその独立するにあたって皆さんも何かしらこう自分にしかないものだったり、あるいは別に他の人が持ってても自分が強いこう課題を抱えてるところに関して深掘りしていくと、何か新しい気づき
きと具体的に社名とかね、ロゴみたいなところに出てくるのかななんて思ってますね。ハンズオン支援家という形で、これからまあツイッターとかでたくさん活動されてると思うんで、はい、ぜひ皆さんツイッターのフォローお待ちしております。 DM も返信率 100% なのでお気軽にご連絡ください、はい、ありがとうございます。すみません、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。皆さんまたお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.